おはようございマッチョ、フォルテです。本日はモーニングルーティンです。起きた、フォルテが起きた。朝の8時半です。前日の夜は夜遅くまでピアノ弾いたりいろいろしてました。そして朝一コメントとかを確認します。そして再生数とかを確認した後、メールが来てないか確認です。そして携帯をいじってますね。これ多分ツイッターですね。ツイッターをいじって通知を確認してますね。はい。というわけでこんな感じで僕の朝はスタートします。起きるかと。メガネを取った。 Good morning everyone。 はい、朝一プロテイン、これはねこの前のね朝活セミナーでいただいたプロテインなんですけど、飲んでいきます。よいしょ。シャカ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 、頭を連動して触れてます。頭がシェイクされてます。脳みそシェイク、ブレインシェイク、シェイク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 、まだできないのか。シェイク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 、まだ。もう飲み出した。思ったよりもね、今回水を多く入れすぎたのでね、結構最後まで飲むのが大変でした。よいしょ、ごっくんちょ。おっと、あと一口が飲めない。あと一口頑張って飲むのだ。よいしょ、よいしょ、飲んだ飲んだ、ごっくんちょ。そして、フォルテのおけっけが入るので、おひげを剃るタイムです。最近毎日のようにひげをね、おっと、目が合った。最近毎日のようにひげを剃ってるとね、どんどんね、ヒゲが濃くなってきたんですよ。まあそんな話は置いといて、顔を洗っていきます。 Wash my face Wash my face シェイ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 、なかなか泡が取れない。よいしょ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 。そして寝癖を直す。頭びちょびちょにします。僕は毎朝必ず寝癖を直すために頭をしっかり濡らします。僕の髪が超ストレートで柔らかいので、一回一回ちゃんと濡らさないと言うこと聞きません。そしてびちょびちょの頭をタオルで保護してあげます。よし、まず顔から、そして頭ゴシュ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 。そしてこれはどこで買ったかな、無印だわ。無印で買った化粧水をびちゃ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 顔にしっかり塗り、ワン、んびちゃびちゃ。これは化粧水、さっきのは導入液、そしてこれ乳液。最近乳液までな、気をつけてますよ。よいしょ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 。よし、下手くそな編集、おはようございます。そして今日もジャージです。まあ僕はね、基本的にナイキのジャージをねいつも着てるんですけども、コンタクトをぶち込みます。お目目に、おはようございます。あー痛い。そしてワックスをつけます。今日も一日、今日朝からねちょっとテレビ電話とか、あとはちょっとねお仕事が入ってたので、あと撮影をするためにもワックスを使います。そして歯磨きをして一日をスタートさせに行くという試みです。よいしょ。そしてねアパレルの注文がね、入っていたので、ノーペインノーゲインサインを書いている最中です。そしてそれを入れて発送に行くというわけなんですけども、まあ、このアパレルがね結構ね皆さんにたくさんのところに届いているようで、僕はすごく嬉しいです。そして見てください。あ、おはようございます。そして今から本日フェイスタイムで打ち合わせをします。はい、まあこれはね、はい、仕事の打ち合わせなんですけども、あ、まあ誰かは言えませんよ。はいはいはい、モザイクがかかった。なんか怪しい編集でもしてるのかということなんですけども、何を書いてる？朝活セミナーのブログを書くためにね、文をまとめてたようですね。はいはいはい。そして、CD の PV 作成をされたので、ある程度の確認です。してくださってありがとうございます。まあこれはね、僕はいつも基本的に編集はね、投げてるので、まあその確認作業ですね。おー、見るだけでも美しいですね。僕の引き姿。皆さんもそう思われたんじゃないでしょうか。これがダメと何回もそこだけを聞いてます。ここがダメだとダメ出しをしてますね。
同じところばっかり聞く嫌な、嫌な上司ですね、僕は。上司とか何でも関係ないんですけど、仲間ですね。よいしょ、よいしょ。同じとこばっかり聞いて、同じところばっかりボタンを押して、嫌味なやつですよ。そしてアパレル発送に行きます。で、これはね、靴をね、新しく新調して買ったんですけども、思ったよりもね、入らなくて困ってます。これね、意外と履きにくいんですよ。多分まだ慣れてないんですよね。もうちょっとね、靴が柔らかくなってきたら、サッと履ける靴なんですけども、多分まだ慣れてないので、意外とね、手こずりましたよ。そして、キュッと結んで、もう一個の方、キュッとね。そして、レッツゴーってわけで、行きまっちょ。そして、格好確認しておかしくないと思って、微笑んだ。いるか、それ。そして、11時。今日はちょうど外に出てたので、まあ、格好つけて焼肉ランチということになりました。僕はね、いつも家では、まあ、パスタとか、まあ、基本的にね、チープなものを食べてるんですけども、まあ、レトルトパスタとかね、そういうね、簡単なものを食べるんですけども、今日はね、ルーティンの撮影をしようと思ったので、まあ、せっかくだったらね、格好つけようと思ったわけなんですよ。まあ、僕もね、やっぱりね、格好つけたいわけなんですよね、意外と。だから、焼肉を平日のお昼ランチで食べるんだよというね、アピールです。で、結局ね、自腹ですよ。無駄なことをしましたよ。後悔ですよ。はいはいはい。そして五穀米を頼みました。焼肉セット。サムネを撮影中ですね。そして帰って、まあいろいろね、一通り仕事が終わって、指の確認でね、前兆を弾いてますね、オクターブ。これなんか最近トリリリルしてるんですよ。どの調でもね、すぐね、音階がサクッとね、やっぱ弾きたいなと思ってて、結構トレーニングで入れてます。昔はできたんだけどね、やっぱね、ほっとくとできなくなりましたよ。ってことでね、常にまたこれを毎日入れていきたいなと思います。まあ、こんな練習をダラダラして、最初指慣らしをした後に、がっつりとした練習をしていくんですけども、まあね、ピアニストっていう以上は、やっぱね、ピアノを弾くのが仕事なので、ピアノ弾かないといけないんですよ。でね、やっぱり、人前で弾くっていうのが一番ね、ストレスっていうか、まあ、緊張するっていうことなんですけども、一番楽しいのも人前なんですよ。これってね、またね、このいやらしい仕事ですよね。まあね、人前立つのが好きなんです。だけど、緊張する。でも、練習をしないと怖い。もうこれね、いろんなものが重なってるんですよ。怖い怖い。よし。練習しないといけない。多分ラーカンパネラのね、同音連打がちょっと苦手だからね、同音連打のちょっと練習をしてますよね。指をちょっと動かしたいためにね。で、僕はね、やっぱり苦手な部位を基本的に中心に練習していきます。やっぱね、得意な部位はいつまで経っても得意なので、もう練習はあんまりしないですね。苦手な部位だけを基本的に練習していきます。これはちょっと今、カッコつけてやってみました、3度。必要なかったですね。はい。はいはいはい、オッケーオッケー。はい、カンパネラをね、2月の演奏会でまたね、引き出すんですけどもね、やっぱ苦手な部位だけを確認して弾いてます。もうこれ、こういう作業が結構地道なんですけども、大事なんですよ。僕としてのね、なんで大事かっていうとね、やっぱ気持ちの持ちようが違います。練習しとったっていうね、気持ちがあると結構ね、すんなり弾けるんですけども、練習してなくて怖いっていう状態で弾くとね、ずっと怖いと思いながら演奏しないといけないので、まあ結構これがストレスなわけなんですよ。はい、というわけでね、練習、そしてしおたんの、ね、伴奏の練習をしてます。はい、今度ね、2月ね、19日に東京でおしゃべりムキムキコンサート with しおたんをやるんですけども、そのしおたんとの歌の伴奏を練習しております。そしてね、塩田になりきって歌ってますね。なんかこの時はね、ちょっと意味わからん歌を歌い始めたんですけども、まあこれはね、当日絶対やってはダメです。絶対に人前の本番で絶対にやってはいけないことなんですけども、やっぱお家だとね、一人なのでやっぱね、やってしまいますよね。まあこれが実際のリアルなピアニストだと思います。人前で、格好はつけるものの、お家ではね、意味わからん行動をしている人が多いと思います。おそらくね、まあ、僕の友達たちも結構家ではね、おかしいことをしてるって自分では言ってたんですけども、見てみたいものなんですけど、僕はね、YouTube にね、自ら全てをさらけ出すスタイルでね、皆さんに見てもらえたらなと思います。まあ、これが実際の僕ですよ。何をしてるの、本当に。見てて恥ずかしくなるよ。収録しながら僕はこれ恥ずかしい、恥ずかしい。
見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ。マッチョ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 。マッチョが大好きで。